では今日は皆さんにプログラミングの勉強をしてもらいます。今日はグリコードでプログラミングに挑戦という授業です。プログラミングって実は世の中にはすごいことに使われています。例えば宇宙探査機で他の星へ行ったり、ドローンを使ってバランスよく飛ぶことができたり、VR まるで その場所にいるかのような映像を映し出したり人の手ではできないような難しい手術をして命を助けたりこんなところにプロググラミングといいうのは使われていますじゃあ皆さんの身の回りでプログラミングが使われているものがあるかどうかちょっと考えてみましょう。ワーークシートの一番初め プログラミングで動いているものを予想してみようというところに書いてみてくださいどんなものがあるでしょうかそうですねロボット型の掃除機自動販売機パソコン自動ドアいろんなものがあると思いますこのように自動ドア信号機エアコン洗濯機そして 手をかざすと自動的に水が出る。手洗いあるよね。そういったところにもプログラミングというのは使われています。今日はこんなに素晴らしい世の中を作っているプログラミングをグリコードというアプリを使って勉強していきます。それではグリコードの使い方を説明します。IPad の グリコードのアプリを立ち上げてくださいはじめにこの画面になりますこの始めるではなくて右下の授業用コースをタップしてくださいさあこのグリコードはお菓子のポッキーの向きでこのハグハグが進む方向を命令するアプリですポッキーの チョコレートを右に向ければ右に動く左に向ければ左に動く下に向ければ下に動く上に向ければ上に動くという命令になりますではマップの一の一を見てみましょうハグハグが泣いている女の子を助けに行きますではハグハグはどちらへいくつ 動けばいいでしょうかそうですね右に一つ動かしたいなので皆さんの持っているポッキーカードを右向きに一つ置きますこれをアプリで撮影をします撮影をするとブロックの色が濃い黄色になりますそうしたら左下のマップへ戻りましょう すするとこのようなな画面になります再生ボタンを押せば命令通りハグハグが女の子を助けに行くはずですそれでは1の1をグループ全員でやってみましょう1の1すべてのグループがクリアできましたねでは次に1の2に進んでみましょう さあ、マップを見てください。ハグハグはどのような順番で進めば女の子を助けに行けるでしょうか。そうですね。下、右、右、上ですね。では、その順番でポッキーカードを並べてみます。下、右、右、上。このように並べて アプリで撮影をしてみましょう。そうすればハグハグが女の子を助けに行けるはずです。では1の2から1の6までグループごとに進めてみましょう。もし1の6まで早く進んだグループは他の道でも助けに行けないかどうか試してみましょう。それでは皆さん。 のままで終わりましたね今までのように信号で言えば青黄赤と順番通りに命令していくことをプログラミングの言葉でシーケンスと言いますそれではグリコードの2の1を見てみましょう皆さんのポッキーカードは6枚しかありません このマップクリアできるでしょうか右に進むを1234567回命令しなければいけませんこのままではクリアできませんさて信号機も青黄赤で終わりではなくまた青黄赤青黄赤と どんどん続いて繰り返していきますこのように信号の青木赤のようなセットを繰り返すことをプログラミングの言葉でループと言いますグリコードでもループを使うことができますポッキーカードをチョコレートを上向きに斜めにして右と左を挟むことで ループの命令をすることができますでは先ほどの2-1の,のマップで考えてみましょう右へ進むをずっと繰り返したいので右向きのポッキーを斜めのポッキーで挟みますこうすることでハグハグは女の子を助けに行くまでずっと右に進むことができます では2の2を見てみましょうハグハグはどんな道を進めばいいでしょうかそうですね右右右右上右上右上右と上との繰り返しですですから右と右と上を斜めのポッキーで挟めば女の子を助けに行くまで右上を繰り返すことが できますではループを使って2のの2からままでやってみましょうもし早く2の6まで進めたらまた別の方法でもできないかどうか試してみましょう皆さん2のままで終わりましたね今日は「グリコードでプログラミングに挑戦」という授業でした。 今日の勉強で分かったことや印象に残ったことをワークシートに書いてみましょう面白かった楽しかった難しかった頭を使ったたくさんの感想が出ましたね今日学んだことを活かして自分のお家でもプログラミングによって動いているものがあるかどうかぜひ探してみてください もっとグリコードをやってみたい皆さんにはおうちでもグリコードに挑戦することができますお菓子のポッキースマートフォンかタブレットそしてポッキーを置くための白いシートこれらがあればおうちでもグリコードができます家庭用コースにはもっとたくさんのステージがありますのでぜひ挑戦してみてください 今日の授業はこれで終わりです。では日直さん、挨拶をお願いします。気をつけ。礼。